本日のオープニングセレモニーは予定通り8時1分より開始いたします。オープニングセレモニーは実行委員会会長による開会宣言に始まり、テープカット佐世保音楽隊によるファンファーレ。おはようございます。早朝より本当にたくさんの方々にご来場いただきまして本当にありがとうございます。それではただいまよりエアメモリアル in 鹿屋2014を開催いたします。議長会社竹本勝明です。第一航空軍司令園田直樹海将補に対し捧げつつの敬礼を行います。高いチームワークが要求されます。
間には一人一人の高い気温とお互いの連携が必要となります。波を表現した流れるような重奏作これで海上自衛隊第65航空学生ファンシードリル隊シーイーグレットによる展示を終わります。ただいま展示していただきました御宿教育航空隊第65期航空学生のファンシードリルは11時交代長日高大卒自動封鎖鹿屋市南町出身鹿屋高校卒業1番機狩山コレヒト担当封鎖下地町野浦出身鹿屋高校卒業5番機園田健治自動封印鹿児島市吉野町出身6番機福山自動封印鹿屋市西原出身鹿屋高校卒業本日は若干肌寒い中多くの方に来ていただきましてありがとうございます。ただいまから多くの航空機が
ここ周辺、そして最後にブルーインパルス、9キロ範囲のところを飛行いたします。このためにブルーインパルスみんな一生懸命、練習してまいりました。皆さんどうか最後まで、ゆっくり楽しんで行っていただきたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。その第一お願いいたします。皆様はじめまして、相撲です。今年の3月にブリンパルスの一員となりました。先ほど紹介で鹿児島市とありましたが、実は私ハーフでありまして、金谷市南町と下関町前田とのハーフです。両親祖父母がこちらの出身でして、その頃から下関川や富山川、そこら辺で遊んだり、南町の味噌や、梅干し等を食べて育ってきましたので、私の体の半分は金谷でできるかと思います。そして残り半分は優しさでできています。本日は5番機後席での登場となりますが、前席の先輩をしっかりとサポートして皆様に笑顔を届けられるように頑張りますので、ご声援よろしくお願いします。ありがとうございました。奥山一お願いいたします。おはようございます。6番機の奥山一です。約20年前にここ金谷でブルーインパルスを見て、私もいつかパイロットになってここ金谷の空を飛びたい、恩返しをしたいとずっと思ってきました。本日その夢が叶います。本日は皆様に笑顔を少しでもお届けできるように、精一杯頑張って、展示飛行したいと思います。最後までよろしくお願いします。ありがとうございました。背中の味噌をお願いいたします。背中の味噌と申します。自衛隊に入りまして11年経ちまして、ブルーインパルスに所属することになりました。私は、整備員としてですが、しっかり航空機の整備に携わり、皆様に少しでも楽しんでいってもらえるような環境を作っていきたいと思います。本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。最後に次期飛行隊長白金さんお願いいたします。皆さんおはようございます。ブルーインパルスに入隊し、着隊しまして1年経って、やっとこの日が来たという感じです。これも実行委員長、金谷市長、金谷基地司令、その他金谷市民、県民の方々の多くのご理解とご協力をもって、成し得たものと思っております。本日はありがとうございました。金谷基地航空祭につきましては、いろいろなアトラクションが計画されておりますので、皆さん楽しんでいってください。我々もこのエアメモリアルイン金谷を十分にバックアップして盛り上げていきたいと思いますので、本日はどうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。これよりエアメモリアルイン金谷、本当にありがとうございます。今年はこの ここ金谷航空基地開隊60周年、そして、エアメモリアル金谷、20年目、そして今回が19回目の開催でございます。この節目の年にブルーインパルスの皆様のということでございます。ありがとうございます。最後にブルーインパルスの隊員の方々のクリスマスのご活躍を心より祝福を申し上げます。